CA1 ヶ月スケジュール。客室乗務員の福成です。 CA さんの勤務体系といいますか、1ヶ月どんな形でお仕事されてるのかなっていうのが結構気になってる視聴者の皆さんとかがいらっしゃったので、ご紹介していただきたいなと思っております。ちなみに実際のスケジュールですか？はい、実際に私たちが乗務しているスケジュールです。シフトはちなみにいつ頃出るんですか？月末1週間前くらいに出て、来月分のスケジュールが1ヶ月分分かります。シフトをどんな形で決まるんですか？基本的に希望は出せないんですけども、有給休暇などは事前に申請はして希望を出せるんですが、フライトのどこに乗務するかでしたり、そういったものは会社から指定されたものをといった形になります。お休みもじゃあ曜日も決めれないんですもんね。はい、サイクルが決まっておりますので、1日はスタンバイと記入しているんですけども、こちらは基本的に自宅か空港でのスタンバイもあるんですけども、欠員が出た際に急遽フライトに行かないといけなくなる時に備えてメイクなどもして整えた上で待機しているといった勤務になります。それは月にこの日ぐらいなんですかね？はい、あと月末にも、はい、1日ございますが、1ヶ月に 2,3 回ほど、はい、入っていることが多いです。 CA さんたち的にスタンバイの仕事ってラッキーなのかアンラッキーなのか？スタンバイでも時間が決められていて、朝の5時から朝の10時までのスタンバイですと、その間にフライトが入らなければそれ以降は勤務終了となりますので、フライトが入らなければラッキーですけども、入った場合は本当にどこにフライトになるかは分からないので、ちょっとドキドキといったような勤務です。ちなみに何分前ぐらいに来たことがあるって経験とかってあるんですか？5時ちょうどに電話が来ることもありますし、10時になる本当に 1,2 分前に来ることもあるって、はい、聞いたことがあります。ちなみにその電話で来るじゃないですか、はい、出れなかった時とかもあるんですか？基本的にもう絶対に出れるようにしておかないといけませんので、それが勤務なので。その後は何ですか？羽田空港出社して北京へのフライトです。深夜便ですので1泊2日になりますね。北京で1泊して翌日羽田に帰ってくるといったスケジュールで、その次はもう1日お休みといった感じです。なんかこの羽田スタートが多いように感じるんですけど、それは CA さんによって羽田じゃなくて違うところのスタートの人が多いみたいなのもあるんですかね？指定された空港に出社するので、成田発の便になったら成田ということもあります。例えばいきなりですけど、南紀白浜からスタートみたいな人もいるってことですよね？基本的にベースは羽田ですので、まあ、羽田か成田かぐらいな。はい、そうですね。基本 JAL の社員さんは羽田付近にいらっしゃる方が多い。はい、そうですね。各所にいると思ってました。全員羽田に集約しております。でオフは1日しかないんですね？絶対、はい、2日連続でほぼほぼあるんですが、不規則勤務サイクルが、はい、そういうことになる場合もあります。この前のお休みが3日間のお休みだったりすると、ここの分のお休みが3日の方に出るので、その分、はい、次が1日休みということになります。北京の次がパリなんですね。羽田から出発してパリに行きます。パリに行くだけでもう1日終わりますもんね。そうですね、6日に出発して日本時間の7日朝とかお昼くらいにはパリに着いているかと思います。ステイ先ではどれぐらいお時間があるんですか？これはだいたいパリですと2泊3日になりますので、2日間くらい時間はあります。オフっていう日は週に2日ぐらいだと思うんですけど、ステイ先での実質オフみたいなのはちょこちょこ？そうですね、パリのように長距離のフライトですとそれより時間がゆったりとあるんですけども、北京ですとかバンコクもそういった休養時間は少ないです。じゃあこの12日の AL っていうものは何なんですかね？アニュアルリーブ、年次有給休暇になります。これはご自身で出してというか、事前に申請をして取得できたらいただけます。たまたま今10、11ってオフだから良かったんですけど、これが周りが休みじゃなくなるパターンもあるんですよね？そうですね、だいたい4日働いて2日休みといった勤務サイクルがずっと続いていきますので、なんとなく来月はこの日が休みだなっていうのはつかめるので。じゃあ18日の教育っていうのはどういうものなんですか？年に1回あります。安全に関する教育があるんですけども、必ず客室乗務員全員が受けないといけないといった教育と、あと健康診断もこちらで、はい、一緒に受けてっていう1日になります。この安全の教育っていうのは具体的にどんなようなことをやるんですか？座学とテストがあるんですが、安全に関する日常安全といって、普段フライトで使っている知識でしたり、そういったものを屈習理解を深めるための教育になります。
例えばお客様にもよく馴染みがあるものですと、荷物を貨物室に預け入れる際の規定といったものがありまして、マッチでしたりライターはチェックインができないという決まりがあるんですけども、そういったものの知識の確認を、はい、行っております。ちなみに不合格になってしまう方っていらっしゃるんですか？はい、そのテストは合格するまでその日は帰れないですので、はい、必ず全員合格して、はい、月によって何か地区はあるんでしょうか？この月のスケジュールは国際線ばかりの乗務なんですけども、国内線が入ってくる1ヶ月もあります。ちなみにこうスケジュールあるんじゃないですか、ここが好き、ここが嫌だとかのタイミングってあったりするんですか？このオフの日が土日に重なる時が楽しみで、はい、周りには土日がお休みの友達が多いですので、その方たちと会えるっていうのが、はい、待ちに待ったお休みです。福成さんがお休みあった場合ってどういう形で過ごされるんですか？例えばこのもう1日お休みのところは休養が欲しいので、翌日からもうパリですので自宅でゆっくりとする時間にすることが多いんですが、3日間のお休みは沖縄に旅行に行ったりします。2日お休みの時ってどういうことされるんですか？はい、1日はランチに行ったり、あとその帰りにネイルに行ったりヘアサロンに行ったりもするんですが、もう1日は私は休養が欲しくて自宅でゆっくり家事をしたり家の掃除をして過ごしています。まあ、シフトが来るじゃないですか。なんかそれをどういうふうに管理されたり、どういうふうに配信されてくるものというか。スケジュールの配信は社用のアプリがありまして、そちらを自分でカレンダーに転記して、そちらをまた自分の携帯で写真を撮って見ております。意外と穴子ですねっていうのを